僕とこは昔ながらの技法を使い、技法で、染付けと色絵を中心に現代風にアレンジをしてやっていますのがうちとこの特徴かな。江戸時代の時に清水の参拝の人が増えて、清水周辺から五条通りの参道に陶器屋さんが多くできて、その時に茶碗屋久兵衛という豪商のが出てきて陶器を売り出したのが始まりやと言われてる、聞いてますけど本当のことかどうか清水寺の近くにできたのが清水焼で、粟田焼とかあるんですよ、もっとその前には。こうやっていろんな地粟田焼とかあって、で京都で作られたものを京焼という、京焼としてまとめ大きくまとめて、清水焼っていうのはほんまはあの海外だけのものやと思うんですよ、もともとの意味合いは。だから清水焼になったと思います。国内で、まあ、デザートを入れるのに作ったんですよ。そのこれをこれを清水で近くの小売屋さんに置いておいたら、中国人の人はこうすり茶にして飲むから、それでそこそこ動いて、あこんな使い方もあんやっていうのもすごい勉強になることもあります。日本の江戸時代の時ぐらいにはまあもうこういう色絵とかが全部完成されてるんですよ。日本ではそれが ない時に。だからもともと僕とこは万歴写しから始めて、だから中国のデザインがあって、そこからアレンジして今の自分のところの方にしてます。だからああいう金襴絵とかも中国のもんなんで、なんていうか、まあ、中国陶器があったからうちとこもここまで成長できたっていうことかな。